二十三日は、江戸時代中期の医師、本草学者。本生は坂上、名は東、字は、元大、通称は元を、号は乱水。ここに、田村聖子、栗本丹子がいる。江戸、神田の出身。十五歳の時に医師である父親について、医学を学び始め、後に、安倍昌王から本草学を学んだ。早くから、朝鮮人参に関心を持っており、 原文2年の江戸幕府から朝鮮人参の種20粒を過付されて人参国産化の研究を命じられる。朝鮮人参の栽培の研究と合わせて諸国をめぐって産物について調査を行い、法暦7年に弟子の平賀源内らと共に湯島で薬品会を開き、日本の本草学発展の基礎を築いた。法暦13年。 人参栽培や諸国物産調査の功績が評価され、1階の町から幕府遺憾に任じられて、6200国を与えられる。実地調査の重要性を唱えて、諸国をめぐり、学者のみならず、島津重秀や細川重方ら大名とも交際を持った。朝鮮人参のみならず、官書や木綿の研究にも努め、栽培技術の普及にも努めた。門人に、 平賀源内、中川淳安、祖占い春などがおり、忍神父、忍神工作期、中山電信六物産公、琉球物産史など多くの著作を表した。江戸で病死。新隆寺に墓が現存する。ありがとうございます。